ところだろう。ブルーウェーブの時にね、ピーコンが出るんやったらしゃあないな、やっぱね、ピーコンが出たもの。ブルーウェーブの象徴みたいなもんやからな。4回、7対1で。ほんま、昨日についてこれ。せやけど、西口投手はあれやからな。前、ノーヒット、ノーアン、やりかけて。9回で崩れるいうのがありますから、まあ、最後は分からへんけどな。ノースリーやんけ。取らへんて。ちょっと行けるとこまで行ってもらえたら、昨日、おかわりさん、平野投手一発打たれたかな、これ。ちょっとストレートまだ狙っていってるかもしれんから、気ぃつけな。あ、ええよ、もう外したらええよ、もう。まあ、構えへん、構えへん。これ今日あれやな、実況者の大前さんやな、感情こもってへんからな、大前さん。めっちゃ短パンと言ってる。これよくわからんのですけど、フォアボール出してからコーチが行くっていうパターンが多いねんけど、これどういうあれなんや、もうようわからんわ。フォアボール出す前じゃないんやな。近藤投手頑張れ。お前ダーブランド行くんやけどな、今日ちょっとブルーウェーブの復刻試合やからな、やっぱさすがにこんな格好会えへんかな。オフェルナンデス、この人も仕事なくさへん人やな。どこの球団行くんや、ほんま。どこまでも仕事ある人ええな。僕がどっかなんかダダこれて他球団行こう思ったら行けるかな。こんななりやん、やばいよ。解説の野田さん、呼ぶ大変だよ、テイクバックを今日ちっちゃいなよ。あ、そういえば近藤投手、時もなんかぐわー仕上がってくるもんな、躍動感めっちゃあるもんな。今日ちょっと調子悪いかな。毎回なんかね、お、何してんねん、お、何してんねん、ちょっと、これやばいで。いや、こういうのやばいわな、これもほんま、ちょっと近藤投手かわいそうやな。何してんねん言うことではないか、バウンド変わった。ちょっとさっきもなんか T 岡田選手もポロってしてたからな、みんな集中力なくなってきたのかな。